覇王ではなく大原はじめ、そんなに怒んないでくれよ。すごい攻めだったぞ。あれが普通か。大原選手、あなたはそうだな、腰攻め、そして無意弁、気をつけたよ、気をつけたけどさ、対応できないね。早いんだもん、次何来るか分かんないんだもん。対応するので精一杯だよ。もっと映像見とけばよかったな。いや、素晴らしい選手です。もちろん知ってます。岡田和親と同期なのも知ってる。レスリングニュークラシックで大原はじめが岡田和親を呼び込もうとした時、それも楽しく見てた。でも大原さん、あなた我の名は天草、我の思いそなたに聞いていただきたく、ここに参上いたしました。我は新たな頂きをファンの皆様にお見せしたい。我らの戦いを通じて夢、希望感じていただきたい、そう思うております。新日本の王座に座り、あなたの頂きを見せ続けているそなたとでしたら、それができる。我と一対一の果たし合い、受けていただけないであろうか。あなたの言葉を目を閉じながら聞かせていただきました。そうするとなぜか関係ない昔の記憶が蘇るんです。断る理由はありません。一対一でやりましょうか。天草選手、 IWGP ジュニアヘビー級王者の強さ見せてあげましょう。選手、全然知らない選手だよ。全然知らない選手だけどさ、なぜか昔の記憶がよみがえるんだ。なんでだろうな。こんな嫌な話人前でしたくないのによみがえってくるんだよ。どうしてもイギリス遠征時代、初めて俺がタイトルマッチをした、あの時は本当に俺もどうしようもなくてさ、簡単にゴロッと負けちゃったんだけどさ、その後にこの選手といつの日か、何でもいい、どんな形でもいいから俺とシングルマッチやりましょう、そんな約束をした人間がいました。そんな思い出が蘇る、そんな声をしてたよ。ああ、腰痛。新日本プロレス VS ノア東京トルネード天草 VS高橋博文。岡田お前すげえ、真空で決着つけろ。お前お前ビビってんのか、ビビってんのか、ビビってんのか、だったら帰れ。お前なんか本当に帰れ。うわ、新日本プロレス VS ノア、シャイニングスルー清宮海斗 VS 岡田和親。海斗、俺の引退試合の相手、来月東京ドーム、お前に決めた。嘘。
武藤圭司引退試合プロレスラストラブ内藤哲也 VS 武藤圭司2月21日東京ドーム日本プロレス史上最大の夜